相手の旗は牧高校宝山城宝山城長校長校。ひげを蓄えた中年一歩手前の青年と若い女の子の組み合わせ、いいですよね。漫画でいうところのリトに恋する金色の闇よりもスウェンに恋するイブの方がグッとくるタイプですかね。同じタイプの匂いがしますね。僕もそんな感じです。というところで、見ていきましょう。こちらのデッキは、今回追加された、アンコモンチョウ君の大将軍の大爆心を軸にしたデッキですね。この大将軍すごい厄介でして、第1弾のコモンのチョウ君が式4で工場兵の武力がプラス5と移動速度が上昇。この自分自身と名前かぶりしてしまっていることによって同時採用することができず、また士気が旧カードの自分の方が士気が軽く、工場兵の武力上昇値もいいので、工場兵を主体に組んでしまうならば第1弾のチョー君でいいという風になってしまうので、工場兵以外にある程度コストを割いたデッキが好ましいかなというところですね。ただ今回の大将軍は工場兵以外も式後で武力プラス4、工場兵はさらに移動速度が上昇するというタイプの計略。そのため、本人が武力5で制圧にさらに特技に城を持っていることから、工場兵を入れないデッキでも端っこに投げる要因として使って、いざという時にサブ計略として採用するみたいな、工場兵を入れないタイプのデッキに採用することさえありかなと思っておりますね。でこの計略なんですけども、効果範囲が、自分を中心、自分からちょっと前に出たかなり広めの円形なので、まあ効果時間は通常の式よりも短いんですが、関作や種類が持っている式の範囲が広い版として考えれば、サブ号令としての採用もありなのではないかなというふうに考えております。でこちらが今回使っているデッキなんですが、相手のカナンプーがすごいきついんですよね。相手のカナンプーの計略効果は推計で知力5以下の部隊に対しては、さらにダメージが上昇するというタイプの計略。あれですよね、カナンプみたいなこのちょっと S 気のあるタイプの女性にとっては、この男は自分より上なのかどうかみたいなのを判断する能力ってすごい必要になってくると思うんですよ。その点カナンプはそういうところを踏まえた計略になっているので、僕としては非常にこう自ら望んで知力5以下になっていきたいなと思うところですね。ただ、この試合においてはできることなら勝っていきたいので、聖地の方、なんとこのデッキですね、中知力が固まっていることによって、本来であれば全員がカナンプーの、効果上昇の対象になってしまうというところなんですが、聖地の方を入れることによって全員が知力6以上になれるという感じで、普段僕はあんまり2色デッキ、わらデッキ以外で聖地の方を使ってこなかったために、城塞効果が同盟、さらに副効果にも再起がついてしまってるという、かなりちょっと非効率的な使い方なんですが、カナンプー以外ではあんまり聖地の方を採用しないんで、今回はちょっとイレギュラーという感じですね。というところで、こちら聖地の方で知力が上がった状態から、大将軍の大爆心、そして、射神の号令へとつないでいく。で相手のカナンプー、優越のスイカ、あれですよね、僕はあんまりちょっと陰尿プレイという方はまだあんまりその開発してはいないんですけど、こう女の子自身がこうなんて言うんでしょうね、僕結構女の子自身がこう S 気のある表情をしててすごい満足してるみたいなの、割と興奮できる方なんで、まあ飲めるかというと飲めないんですけど、2次元ならこうかけられるぐらいならありかなと思いますね。3次元ではまだちょっとそうかけられた経験がないものでわかんないですね。というところなんですけど、なんか関係ない話してたら試合終わっちゃいましたね、というところで、また大将軍の動画はこれ使っててすごい面白いんで、まあ勝てるとは言ってないんですけど、使
ってて楽しんで、また次動画するときあたり詳しく解説していこうかなと思います。それではお疲れ様です。いりゃー、我が恨みに覚えはないか。ダーイ、いじめられたいの。おりゃ、襲いかかれ、僕の欲望を満たすために。